こんにちは。今回は誰でも原石ゲットできる新イベントについてです。重要な注意点が1点だけありましたので、ぜひご活用ください。まずは、コメント欄のリンクからイベントページに飛びましょう。こちらが今回の新イベントです。サーバーオエージアを選んでログインしていきます。人によっては、ログイン情報などが必要になるかもです。最初は、チュートリアルがあり、画面の指示通り、クリックしていきます。基本的な流れとしては、1、アイデア収集。2、アイテム購入。3、おみくじ引く。4、アルベドとクレイが、お出かけ。5、お出かけの帰りを待つ、の5点になります。最後の帰りを待つのに、現実時間で、かなり時間がかかります。お出かけが終わると、このように絵を持って帰ってきてくれて、この絵を集めていくことになります。このイベントは、基本的に、原神のデイリーなどを終えてから、開始しましょう。イベントを進めるのに、このポイントが必要になるためです。左側のお出かけをクリックして、イベントを進めていきます。この時にアイテムを買う必要があるのですが、右側に角、175ポイントがおすすめになります。お出かけ後に入手できる、絵を12枚集めていくのですが、175ポイントですと、その絵をおまけで、持って帰ってきてくれることがあります。チュートリアル後のお出かけでは、おそらく1時間くらい、帰ってこないと思います。ですので、のんびり進めていきましょう。こちらが報酬画面で、K90 原石が、最終的に入手できます。全報酬をもらうのに、最低でも2日、運が悪いと3日かかりそうでした。開催期間は、1週間ほどですので、少しずつ進めておきましょう。それでは今回は以上となります。ご質問などあれば、気軽にコメントお願いします。ご視聴ありがとうございました。